まずはホームでの初ゴールですよね。なりました。ちょっと感想を聞かせてください。応援してくださる方が多い中で自分自身決めたいっていう思いはあって、まずは入ってよか点取れてよかったです。振り抜きましたね。ちょっと得点シーン振り返ってください。あんま覚えてないんですけどボール来たんで止めて、ハースタッチいいとこ受けたんでファーに思い切り打とうと思って打ちました。ここ数試合複数得点が続いてます。このベレーザのこの攻撃がこ うまくはまっているところの要因って、木下選手はどこだと思いますか？チーム全体がゴールの意識を持って前に前に行こうっていうのを目標にやってて、それが少しずつゴールって形で結果が出つつあるのかなって思います。木下選手自身は前半少しこうポジションにこう囚われずに動き回りながらボールに関与していっていて、で、得点場面ではあの場面にこう前線に顔を出すっていうかなり広いプレー範囲だったと思いますけど、その辺は何かこう意識してやってたことってありました？絶対、今日はスタートゆいさんがフォワードに入ってて、ゆいさんも流動的に動いている中で自分もスペース見つけたら自分のポジションを囚われずにチャンスがあるなら出てこうって思ってやっています。相手がもう捕まえづらそうにしてたなと思っていて、なんかその辺は意識ありました？自分自身、ショット受けるとかよりもフリーで受けて前向いて仕掛けていきたいので、相手のライン間で浮くっていうのは意識してます。もう今おっしゃった通り、どちらかというと相手のゴールに背を向けてっていうよりも前向いた状態でボールを持てる場面がやっぱ多かったなと思いますけど、そこもやっぱりじゃあイメージ通りそういう試合運びができた、はい、はい、それはでも前半はなかなかうまくいかなかった時もあったんで、そういう時はディフェンスラインの方とか落ちて前向いて自分がゴールに向かえるようにっていうのは意識しています。これだけ点が取れると課題ってないように見えるんですけど、今何か感じてるところってありますか？点いっぱい最近取れてますけど、今日ももっともっと点取れると思いますし、みんなで攻めてる分リスク管理っていうのは難しいところもあって、最近無失点が少ないっていうのもあるので、そこは自分は攻撃側の選手なので、シュート打ち切るだったり、決め切るっていうところはもっともっと追求していかないとなって思います。